2023年秋冬になったら、うん、いろんなここですね新色が結構出てきたんですね、うんうん、はいはいはい、これラムですね、うん、なので非常に柔らかいです。だいぶすっきりとして見えますね、うん、スーパーシンプルだよね、うん、パーツがねやっぱりダブルなんでこういうボタンがついたりとか、うん、ファスナーがちょっと印象的なんですけど、うん、カラーが黒じゃなくてグレー、しかもスウェードになることによってすごく印象が柔らかい上品なイメージになります。L 付きっていうのもだいぶ変わりますね雰囲気。そうですね、同じようにやっぱこうライダースなんですけど襟がついてシングルタイプ、うん、でここにポケットがついてあとは袖口に、うん、はい、ファスナーがつく。あとサイドアジャスターですね、ちょっと横向いていただけると、うん、ここにサイドアジャスターがついているので、はい、そこでちょっと絞ることもできると。フォルスターサイド編集長の星場です。人気のコンテンツ編集長のスタイルクリニック略してスタクリなんですけど、今回のテーマはこちらです。人気ブランドの新作ライダース、ということで、ライダースのジャケット、まあ、僕も着てるこの愛用してる定番中の定番アイテムなんですけど、今年はですねいろんな変わり種が出てきまして、色のライダースとかそれから超高級素材のライダースまで、かなり出てきてるんで、今日は最後まで、ぜひですね皆さん何を欲しいか悩みながら見ていただければと思います、ということで最後までご覧ください。それで行ってみましょう、どうぞ。はい、ということで今回はライダース、もうライダースはもうね毎年のように紹介しているサイドクリニックでも人気のアイテム、はい、まあ、僕も大好きなアイテムで何十着持ってるか分かんないぐらい好きなアイテムなんですけど、ノア君は持ってないんだよね。僕持ってない、シングルもダブルもで買おうと思ってます。うん、先週あの教習所申し込んで、教習所何を？バイクの。あら、あ、そうなんだ。バイク何？きっかけは二輪です。自動二輪、大型？中型？大型。中型は持ってんの？中型持ってないです。で今中型から大型に今。中型取ってからじゃないと大型取れないもんね。まあ、教習所によるらしいんですけど、僕のところは中型取ってから大型。うん、じゃあ買わないといけないぞじゃあ。でも免許取ろうと思ったきっかけはスタイルクリニックですからね。なんで？あのトム・クルーズの回あったじゃないですか。はい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 。結構前に多分 MA1 かなんかの回でトム・クルーズの話になって、はい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 、多分いろいろこう喋られてて。はい、ちゃんと見返したんですよ、はい、昔の何トップガンとか、トップガンを、トップガンマーヴェリックとか、そう、はい、うん、あれをもう10回ずつぐらい見直して、あ、うん、俺バイク欲しいわってなってバイクかっけーなみたいな。 それ正しいよ ね。ライダース行く前に、はい、本来そっちであるべきだからね、まあ、確かにそうですね、うん、せっかく着るなら、まあ、バイク乗ってた方がやっぱ確かにかっこいいのはかっこいい。最近ずっとティアドロップかけてますもんあれちょっと遅れながらごめんなさい、あの今自分の中でブームが来ててスタイルクリニックブーム来てるそうそうそうだんだん入ってきてるんだそう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 、これだけ僕らがバーッと提案しててそれがだんだん腑に落ちてきて、そうなんですよ、あれありかなそうそうそうミリタリーの MA1 見たりとかデニムもちゃんと見たりとか、クリニックしてますね。そうなんですよ、一番刺さってんのじゃあもしかしてノア君だったんだね最終的に小島編集長とそっくりな2人が並ぶっていうまあそれはそれでもうぜひ、はいはい、そうなんですよ、だからちょうど探してたんで、はい、うん、さっきちょっと星場さんにも相談してたんですけど、まあ、あのスタイルクリニックも定番のアイテムです、うん、これまでもねいろいろ紹介してきましたけど、うんうん、まあ大体でも黒がメインそうですね、うんうん、はい、茶色のねご紹介したこともありますけども、うんうん、はい、はい、今まで紹介した流れを言うとシングル紹介しました、はい、でダブル紹介しました、はい、それからシングルだと、まあ、他にカラーので言うとブラウン茶ですね、うん、茶のライダースみたいなものも紹介してきました、はい、でシングルダブルこれどういうふうな違いがあるのかなっていうのも説明してきたと思うんで、それは、うん、はい、まあここなのかこうなのか分かんないですけど、どちらかの回見ていただけるとライダース深掘ってるんで、今日はもうそこは説明はしません、はい、今日はそんなことより実は2023年秋冬になったらいろんなここですね新色が結構出てきたんですね。でライダースっていうと僕が着てるような黒が一般的だと思うんですが、同じ今日僕が着てるのは実はフィクサーなんですけど、ノア君着てるのもフィクサーです、はい、これはバーガンディという新色が、うん、ガラッと変わりますね雰囲気ね。やっぱり同じようなスタイルしてるんですけど違うんですよね、うん、でボトムス見ていただけるとデニムは一緒ですね、うん、マインデニムのデニムに僕はブーツ、うん、そしてノア君はスニーカーを履いてるんですね、はい、ちょっと変わるんですよね、やっぱ見え方がね、うん、やっぱ色は大きいですね、うん、大きいんですよね、うん、はい、特にレザーって大体皆さん
街中を見ててもやっぱり、うん、まあ革ですし、はい、お値段も結構するの で、うん、でイメージもね結構印象深いアイテムだったりするので、うん、大体まあ黒か茶色ばっかりが目につくんで、はい、そうなんですよね。色をここで使うってなると一気にこう目立ちそうですね、はい、そうなんですが、その目立ちそうなところもこのバーガンディっていうちょっとまあボルドーとか赤っぽい色なんですけど、セクシーじゃないですかこの色。確かに革ならではの色気がより強調されるような気もしますね。そうなんですよね、うん、僕はこれも欲しいなと思って今ちょっと考えてるところなんですけど、うんうん、はい、少し色物が結構出てきてるんでちょっとご紹介していきたいと思います、はい、ちなみにこれはカウレザーですね。カウレザー、はい、牛ですね、はい、これ F2 というモデルなんですけど非常に人気です、うん、パッドが入っていて、うん、でシングルタイプですね、はい、だからちょっとあのハードな印象は普通のシングルのタイプに比べると出ます、うんうん、で続いて行ってみたいのは同じシングルのタイプなんですけどこちらです。グレーです。おー、ソリッドな感じですね、うん、またね全然印象が、ね、変わるんですよね。ちょっと一回着てみます、うん、はい、ちょっともしかしたらサイズはちっちゃいかもしれない、うん、すごい柔らかいですねこれ。はい、おー、これクルチアーニです、うん、これラムですね、うん、なので非常に柔らかいです。だいぶすっきりとして見えますね、うん、スーパーシンプルだよね、うんうんうん、ファスナーもここにあるのと、うん、ここに両玉縁のポケットがある、うん、そしてさらに腕元にはファスナーがつくという、うん、かなりそぎ落としたシンプルなタイプです、うん、センターに切り替えがあってここですね、ウエスト部分に切り替えがある、うん、もう余計なものをほとんどそぎ落としてる、うん、むちゃくちゃシンプルなタイプです、うん、ライダースイコールワイルドと思ってる方がいたら、はい、これを見たらだいぶ印象変わるでしょうね、うん、はい、かなりモダンなライダースですね、うん、はい、そしてこのねちょっと斜めに入るスナップボタンのところがちょっとデザイン性があるって感じですね、うん、はい、柔らかそうですね。すごい柔らかいです。超柔らかい。またやっぱりガラッと変わりますよね、はい、うんうん、ラムなんでね、羊なんで柔らかいんです。そして次また行ってみたいと思います、はい、次はこちらです、うん、はい、これも同じラムです。ラム、はい、でブランドはライダース、この番組でも何度となく紹介しているエンメティですね、うんうんうん、はい、エンメティなんですけど今回のライダース、これはガラッと独特な色です ね、 ね、あのグリーンっぽいというか、うん、ちょっとヨーロッパのなんだろうな、本当に 革とかにありそうな、はい、ジャケットとかにもありそうな、うんうんうん、まあ、もっと古くを言うならばルパン三世のファーストできてるルパン三世のジャケットの色に近いというか、なんかちょっとヴィンテージっぽい雰囲気がありますね。そうなんですね、うん、なんかあの鳥でいうとカモっていうのがいて、はい、カモの後ろのこの頭の毛の部分ね、ティールブルーっていう色があるんだけど、はい、これはランバンコレクション、スケザネさんがねディレクションしてる、はいはい、ランバンコレクション×エンメティ、だから要するにスケザネさんがいい色だろうと思ってもちろんこれを選んで、さらにラムです。さらに少しだけ中綿が入ってます。だからちょっと柔らかくない？柔らかいです。めちゃくちゃ気持ちいいよね。なかなか一般的なレザーのその印象とまた全然違います、うん、やっぱ僕の、ね、印象ってちょっと固めとか、そうだよね、柔らかくしていくみたいな、うん、ここ全然すごい柔らかいし、でこれもファスナーがついて、うん、前にはカフがついてますね、うんうんうん、はい、まあ、シルエットも結構ゆったりしてますし、ライダースちょっとストイックなイメージ強いじゃないですか、うん、はい、こういうライダースだと割とこうラフにカジュアルに着ることができそうですよね、うんうん、そうですね、ちょっと太めのパンツだったりとか、うん、それこそランバンコレクションで提案しているような、うん、少しテーパードかかってるんだけどちょっと太いパンツとかにも合っちゃいますね、うんうんうん、あとニットとかでも着れますね、これだったらね、結構白いパンツとか合わせちゃってもなんか面白そうですしね、うん、確かに、そうですね、続いてちょっと紹介するのが同じくエンメティです、はいはい、これはグレーですね、うん、はい、グレー、はい、カラーライダースっていうのは今年本当に、ね、人気なんですけど、はい、それでもグレーっていうすごい素敵な色が出てきてますね。先ほどもねグレーの表側ありましたけど、ね、はい、こちらはスウェードですね。スウェード、またずいぶん印象変わりました。ダブルってかなり結構ワイルドじゃないですか、うんうん、そうなんですね、シックに見えますよね。パーツがねやっぱりダブルなんでこういうボタンがついたりとか、うん、ファスナーがちょっと印象的なんですけど、うん、カラーが黒じゃなくてグレー、しかもスウェードになることによってすごく印象が柔らかい上品なイメージになります。編集長の方がシングルですけど、はい、パッと見、うん、こっちのダブルの方がなんかシックに落ち着いては見えますもんね、うん、そうですね、やっぱり、うんうん、あの表側だとハードな印象になりますよね。ごつい、こっちはちょっと大人っぽい、うんうん、なんかこなれてますねって
という感じになりますね。しかもあのグレーですからね。そうなんです。その色と素材感で印象はどんどん変わっていくってことですね、はいはい、でこちらのダブルのライダース、このスウェードラムスウェードだけじゃないんですね。ここを見てください。やっぱねカーフとかも使ってるんです。ファスナーが見えないように工夫されてるんで、実はすごく丁寧な作りにしてるんですよね。おしゃれ、はい、じゃあ続いていってみたいと思います、はい、続いてもエンメティです、はい、こちらのエンメティに関してはユナイテッドアローズですね、ソブリンとコラボレーションしたエンメティです、はい、でこの色、いやこれはいいですけどね、すごいあのアウターとしては、はい、一般的にはなかなか難易度は高いなと、はい、ちょっと及び腰になるような色ですけども、とお着てみるとあれ意外といけちゃうかもしれない。僕好きですこの緑、うんうん、これもライダースです、うん、スウェードのブルゾンって言っててもいいんじゃないかと思うぐらいすごく上品に仕上がってるやつですね、うん、ちなみにこれピッグスウェードなんです。ピッグスウェードですね、豚さんのスウェードで、さらにソブリンハウス、まあ、ソブリンのものに関しては、うん、撥水加工がねもともとされてるんです。うん、じゃあ雨じみも気にならないと、はい、気にならない、この綺麗な色も雨が降っても大丈夫というものです。まあ本当シングルでシンプルだと合わせやすいし、うん、ちょっとこう冒険してこういう色着てみようかなっていうには、うん、こういうのがいいかもしれないですね、うんうんうん、はい、では続いていってみましょう、はい、続いてシングルだけど襟付きというちょっと珍しいタイプになります。綺麗な色ですね、はい、これ前も紹介しているチンクアンタですね、はい、うん、シンクアンタ、これ素材がねゴートスウェードになります、うん、ヤギですね、ヤギ、はい、あ柔らかい、おあやっぱ L 付きっていうのもだいぶ変わりますね雰囲気。そうですね、うん、同じようにやっぱりこうライダースなんですけど襟がついてシングルタイプ、うん、でここにポケットがついて、あとは袖口に、うん、はい、ファスナーがつく、あとはサイドアジャスターですね、ちょっと横向いていただけると、うん、ここにサイドアジャスターがついているので、はい、そこでちょっと絞ることもできると、はい、で色はベージュですね、極めて上品な、まあうん、まあ、ベージュは本当大人のコーディネートにおいては何にでも合わせやすいですからね、うん、そうね、色物でちょっとまだチャレンジしきれない人はここから入るのもいいかもしれないですね、うん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 、そうなんです、うん、どう軽さとか着ること、いやすごい着やすいです、着やすいよねこれね、これ2着目とかこれ欲しいですもん、うん、そうだけどまだ1着目じゃない、うん、まだここには早いかもしれないけれど、ね、まあ、これ買って2着目にこっち買うのでいいし、まあちょっと気に入ったものをちょっと今日探していただいて、はいはい、じゃあオーラスいきましょうか、はいはい、じゃあ最後はこちらですね、ドンすごいこれも、まあ、新色といっても黒なんだけど、もう革の素材がイカれております。ちょっと羽織ってみますか、はいはい、もうなんかやばい感じがしますね。これはあれですね、うん、クロコダイルですですよね、はい、アマゾンの革のやつですね、はい、すごい、もうクロコダイルダンディになれるんじゃないかっていうね、かっこいいな、男っぽさもう満載です、はい、色気ムンムンです、はい、ちょっとねちっちゃいかもしれないけど、はいはい、いやでも似合う、これ僕と同じフィクサーなんです、はい、黒のカーフ、まあ、これはカウレザーですね、はい、かクロコダイルで全然印象が違うんですよね。そうですね、はい、あの色だけじゃなくその革によってもこれだけ印象変わるっていうことですね、うん、そうなんです、うん、まあ、同じ、ね、黒なんですけどこういう素材の持ってる表情によって色が全然違う、まあ、まさに新色と言ってるのはそこなんですよね、うん、今回いろいろバーガンディからグリーン、はい、ベージュ、グレー、いろんなライダースが出てきているのを紹介したんですけど、黒でも黒じゃないちょっと新しいタイプの黒の見え方がするライダースも出ました、うん、なるほど、まあ、値段はね本当にね聞くと多分のけぞります、はい、もう絶対やばいですこれは、もう、はい、多分前回のダウンとまたちょっと、ね、まあ、でも前回のダウンがね、うん、最高額が、はい、240万円ですから、はい、まあ、それはたまに超えてきます。超えるのはなかなかないんだたまに超えてきます、たまに超えてきます。これで605万です。だすごい、まあ一生ものですね。まあそうですね、はい、いい時計を買うのか、うん、いいライダースを買うのか、うん、もう極地まで行ったらこういうのもありますよという、うん、まあ、当然ね、あの上級者中の上級者なんですけど、はい、欲しい方も多分どっかにいらっしゃるかもしれないので、うんうんうん、よかったら注目していただければと思います。それ買っちゃったらバイク買えないね。買えないしバイク絶対こけないですもん家の安全運転になるかも、絶対安全運転に絶対こけない、はいはい、ということで今日は、はい、もう人気ブランド新色ライダースということで、はい、いろんなさまざまなカラーのライダースをご紹介してきました、はい、ということでじゃあ最後お決まりの、はい、何が刺さったでしょうか。じゃあ天の声さんからいきましょう、はい、僕
フはあの結構そのグリーンが意外と派手じゃないんだと思って、かっこよかったですよね。気になりましたね。チャレンジするんだったらこういうのも意外とありなんだなと思いました。はい、うんうん、なるほど。ノー君は？僕でもやっぱり最初の一着なんで、フィクサーのやっぱ黒。あ、僕が着てるやつね。そうですね。じゃあ、まあ、これもまあ間違いないですね。はい。もしこけてもいい時用にあのもらっちゃいましょう。ちょっとね、サイズが違うんで。まあじゃあね、それもいざ免許取った頑張ります。はい、ライダースね、はい、ぜひ買ってください。はい、ありがとうございます。ということでいかがだったでしょうか。ということで、YouTube のチャンネル登録、それからいいコメントの方もよろしくお願いします。こんな企画やってほしいなんていうのもどしどし募集してますんで、そちらも、ぜひコメント欄にお願いします。あのキャッチコピーがただカッコつけて服着てるだけって書いてあるんですけど、はい、あのそれはどういう、さっきやっぱ見てね、若干ちょっと靴が大きいんですよね、うん、確かに。あ、ちょっとネクタイが長い気がするんですけど、それはあえてってことですか。アカジュアルでもダブルよく着る、それはネクタイしないで、うん、そういう時はシャツですか。今日はですね、かなり厳しいよ、言っときますけど敵ですからね。そうですよね。プロデューサーの栗原と申します。よろしくお願いします。どうですか、自信のほどは。自信はあります。自信しかないです。自信しかない、はい、それぞれのスタイリングを審査員の前でですねプレゼンテーションし、高得点を競い合うトーナメント形式のバトルです。ステップ4、朝日さんの得点です。皆様フリップオープンお願いします。今日一応とりあえずこれ持ってきますから。それ何のためにやるんですか。これはあの即退場。ありがとうございました。緊張でゲロ吐きに行って戻ってきました。大声が聞こえたんで、トイレから緊張でゲロ吐いてきました。ティッシュ買ってきました。人生を変えられたんですよ。今日ももう一回人生変えに来た。なるほど、惜しい、はい、一番待った。はい、それでは A グループの5人目得点を皆さんフリップオープンお願いいたします。はい、小島さん62点、田中さん91点、岡部さん8点。それでは次の挑戦者出てこいや。これは盛り上がる企画だな。でもというわけでこの、編集長のスタイルクリニック動画の連載はですね、本誌のフォルツァスタイルの方の企画と連動しております。詳細を、ご覧になりたい方は本誌の方のフォルツァスタイルをご覧になってください。そしてさらにですねハッシュタグ洋服の服に魂と書いていただいて、服魂と書いていただいて、皆さんですね自分のスタイルをインスタグラムにアップしてください。でその時に服魂ってつけていただいた方にはですね、我々がその中から記事をピックアップして皆さんのコーディネートとかを全部紹介していきたいと思います。ですのでハッシュタグ服魂と書いていただいてインスタグラムの方をアップしてください。そしてさらにですね、今回着てるような洋服ミニマルワードローブと連携しましたので、そちらの方で買えるものも非常に多いです。ミニマルワードローブは僕が好きなものだけを集めているセレクトショップなんですけど、そことスタイルクリニック、そしてフォルツァスタイルというのが連携し始めました。ですのでここで見たものが買えるようになりますので、ぜひですねご覧になっていただければと思います。ということで皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。今日はこの辺で。